い、皆さんこんばんは。ゴスベルチャンネルへようこそ。ご機嫌うるわしゅ、いかがお過ごしでしょうか。本日第35回目ということで、なんといただいたお便りで気づいたのですが、ゴスベルチャンネルを始めて1年経ったそうでございます。ありがとうございますね。見てくださってる皆様のねおかげで、なんとなく続けていましたらですね、もう趣味のような感覚でね、私がねただ喋るだけのね、本当に絵柄も何もないのがほとんどじゃないですか、皆さんありがとうございます。はい、これからもやんわりなんとなく続けていこうかなと思っております。はい、今日はですね、髪型はちょっと上に立たせている状態なんですけど、湿度がね高いのでね、すごくすぐへたれちゃうんですが、こんなね髪型もしてステージにね立ったりなんかします。これはすごく簡単なんですけど、ハーフアップにしてゴムでね結んでるんですね、この辺で。それを上に上げた状態でバレッタで固定するっていう、簡単ですよこれ。私の髪質は聞いてないかもしれないんだけど、誰もすごくね、他の人の髪を聞くとアレンジがしやすい、聞きやすい髪質なんだなって思いましたね。固定で巻けばくるくるっと割と1日持つし、スプレーとかもねもちろんかけて固定するんですけど、あとねストレートにもね見えるしっていうことで、かなり癖毛なんですけどね、すごくこう言うことを聞いてくれる髪質ですね。かなり毛先は傷んでます。はい、傷んでるんですが、もうねその一生ステージのためにって思うんだけど、そのためにね結構こうもう傷ませた状態でいるような感じですね。傷んだ方がねこういう髪型がしやすいんですよね。サラサラ、トリートメントで綺麗な髪をねすごく綺麗なんですけど、そうするとあんまり立たないっていうかね、ペターっとなっちゃうんですね。櫛をねこうサササササササってやって逆毛を立ててるんですけど、これ手でもねいけるんですよ。こうやって手でこうやって挟んで、あ、ごめんなさい、ガサガサいってるねマイク、失礼しました。こうやってね、ちょっと画面に入んないから顔を出さないと。はい、こんな感じですぐ立つんですけれどもね、これでねスプレーを上からガーッとねやるような状態です。はい、今日は画像でお付き合いください。さて、最近はですね、この間は前回の放送からは特に何もないですね。8月はねもう私も大人なし月でございます。ただ今日非常に風が強いですね。ね、台風が東京は直撃しないかもしれないけど、ちょっと影響を受けてて、今朝もすごい雨が降ってました。はい、じゃあ早速ですが、今日何を並べてるのかっていうとですね、これは私が制作している衣装のほんの一部でございますが、紹介させていただこうかなと思います。ゴシックベリーダンスを始めてから最初の方はね、やっぱり、買ってその買ったものをちょっと自分で手を加えてアレンジをしていたのかな。でも本当に初回の方もうすぐに自分で作り始めちゃった気がしますけどね、あんまりもう覚えてないんですが、それで自分で作り始めてから、私も欲しいですというねようなことをいただいて、オーダーを受けさせていただくっていうね感じだから、私ね在庫は持たないんですよね。オーダーが入ったら作ってそれを発送、ね、するお嫁に出すというね、そんな感じなんですけれどもね。でこちらにあるのは一応今のところ自分が使用したものだったり、あとはつい最近作った新作もね紹介します。早くしろよって感じで早く見せろよ。
本当ね、いっぱい作ったんですけどね、この間ざっくり数えてみたら100点以上は作ってたかな。私が作るのはですね、主にベリーダンスの衣装、ブラですねの部分、あとはベルト、今日ちょっとレッスン着みたいな感じなんですけど、ね、今こういうキラキラのスカーフ巻いてる、これはもう既製品ですけれどね、ここにちょうど骨盤に来るあたりのね、ベルトにここに装飾が施されていて、下にもこうスカートがついてるような状態、でお腹は見せるんですね、ベリーダンスの場合ね。とあとはアームです。今日これはもう買ったものですけれども、アームを、つけるともうかなりね、なんだろう、武装したような、本当に決まったっていう感じになるんですね。なので私はブラ、ベルト、アームの3点しかほぼ作ってないです。あとたまに小物としてちょっとこの辺につけるブローチってもね、すごいでかいんですよこんなとか、あとヘッドにつけるものですね、細々したものしか作らないです。スカートも作ってるんですかなんて言われるんですけどね、スカートはね絶対買った方がいいです私は、だって安いし、スカートってすごい難しいなって思うんですよね、自分で広がらないとかで、作ったら全然足が広がんないんですけどっていうこととかもねあったりしますしたね。作ってみたんだけど、チャレンジはしたけどちょっと向いてなかったですね。はい。で、このブラのデコレーションになりまして、まずここからいこうかな。じゃじゃん。ちょっとこれはね、形が変わったタイプなんです。フロントホックになっていて、前のところでこうプチッとね止めるところがあるんですよ、この真ん中のところにね。で、前のところで止めるんですけれども、そこのね前の部分がなんていうか、装飾をつけないとかっこ悪いので、いろいろつけて、はい、こんな感じ。これが首のところにきますね、こうね、かぶる。これはね、後ろからこうかけてから装着するタイプですね。はい。私はだいたいアシンメトリーが好きなので、右側と左側で違うデザインが多いですね。でこっちが花でしょ、でこっちがタッセルをつけて、装飾を垂らしています。で揺れるものが必ず欲しいですね。少なからず多からず必ず揺れるもの、はい。これは分かんない、ちょっとイメージ分かんないですけど、花がとにかくいっぱいあったので作ったんだと思います。次はこれもねちょっと古いんですけど、革ですね、レザー、はい、こんな状態で、下のところのね形がかっこいいんですよ。これは元からこうやって売ってるパターンをそのまま生かした B、 あとは自分で、ハサミで切っちゃうとちょっと不自然になるんですよね、パツってなって、ちょっと切り込みを入れてスッと裂くとかね、裂いたところが少し丸まってくるので自然な感じになるんですね、レザーのなんだろう、体質というか本質というかね。そして、こういうレースはねつけます。ここの部分がね、私の場合ちょっとほらサイズ的に寂しいので必ずスカスカにならないようにと、こういったもので体型をカバーする。衣装はその方の体型に合った、デザインを選ぶ方が私はいいかなと思います。
例えば痩せててスレンダーな方があんまり装飾のないシンプルな、なんて言うんだろう、ストーンとした感じだとね、私はね、自分はあんま選ばないですね、もっとこうジャラジャラついたものでボリューム感を出して動きを出すっていうことをしてますかね。はい、でもね、これもね、かっこいい方のねタイプですね。で、あの、見えるかな、こういうものは売ってるんですね、テープでね。例えば10センチいくらとか1メーターいくらとかで売ってるんですよ、このね。で、買いに行くわけですよ、パーツ屋さんに。はい、これ1個2種類、1重、2重、あとはレース30、40してるって感じ。ボリューミーですよ、あのね、ボリューミーにしないと。はい、これも右左ちょっとね、デザインが違う感じですね。このトーン大丈夫ですか？難しいな、これ映るようにしたいんですけどね。はい、3つ目、これもちょっと古いものになりますけどね、これはね、なんと襟がついてるんですね。どうなるんだっけな、どうなんだっけ、いいや、ちょっとこれ後で置いといて。黒、かなりまあゴシックな感じですね。うん、でレースがやっぱりね、エレガントになりますね、こういうレース。はい、これは胸元をがっつり隠してますね。で、こういったね、ちょっとシルバーっぽい装飾と、はい、これも揺れるものがついております。はい、これは真っ黒に決める時なんかはね、いいですね。この襟はね、どうするんだったかな久しぶりすぎ、ちょっと自分で作ったのに忘れちゃうっていうね。こんなのもある、なんか可愛らしくね、ちょこんと前に垂れるんじゃなかったかな、襟。はい、こんなものも作りました。もうデザインは本当にその時ある材料で思いついた、ものを作るって感じですかね。こういうのを作ろうとかっていうのはあんまりないかな。色だけは決めますね、何色がないから何色作ろうかなとかっていうのとか、あとは、今度の、まあ、ショーに向けて、いついつのショーがあるから、あの時に、この曲を踊る予定だからそれを作るとか。はい、ちょっと腕が疲れちゃった頑張るぞ。さて、ここからはね、割と最近と近年のものになります。可愛いんですよ自分で言っちゃってるこれもゴシックな感じなんですけれどもね。はい、ホルター、だいたいホルターネックですね、こう首にかける、首の後ろで留めるものです。じゃーん、はい、バタフライですね。あの黒いアゲハチョウをイメージしたんですね。でもたまたまこのブラのこういったデザインのものが売ってて、この下のね、この柄、それを生かしたまんまデコりました。で、私がよくやるのがこれ、そうそう、これは一から手作りです。こういったパーツは売ってます、このちっちゃいもの。でビーズを周りにつけるね。で、まあちょっと順序があるんですけどね、これ土台を作って下でね、フェルトでっていう、でこうリボンを回して縫って、これがあるとね、結構バーンとね、なんか衣装っぽく変わってきますね。あとは真ん中に必ずこういうものをつけます。はい、でこちらもね、周りはこういったレースとかで埋めてますが、これも揺れるのがね、必ず欲しいですね。はい、黒いバラのモチーフとかそういったものはね、よく使えます、使えますが、なかなか売ってないですよ。
私はそういうのにアンテナが立ってるので、見つけたら特に予定がなかったとしても買ったりはしますけどね、うん、出会った時にね。で入手しといて、後で作るっていう時になったらね、あこれ買っといてよかったという感じになるんですけど、どうでしょう、可愛いでしょこれ。こういったリボンもね売ってるんですよ。ダークなリボン、黒いリボン、うん、土台のブラの形がね、これすごく薄っぺらいなんでね、私がつけるとかなり薄い感じになっちゃうので、私はブラオンブラをします。普通の人しないと思います、うん、だけどここにもねこうまたねその土台のブラのね、ブラブラ言っていいのかなこれっていうか大丈夫ですかね、衣装だからいいよね下着まあ下着ですけれども、もともと土台のブラのレースが見えるような感じになるとよりボリューミーになりますから、ブラオンブラを着用しています。その土台は今ありません、はい、これかわいいよこれ、ね、たまに中古でねもう着ないかなって思うのね、あんまりないんだけど私それ出すんですよ。そうするとね即完売します安いお値段で設定してるっていうのもあるんですけどね、中古ですから、はい、続いてはこれも可愛いですよ。これはねホルタのところがこういったレースになっておりますね。レースひらひらっとついております。これピント合ってますかね、私になんかピントが向いてる気がするんだけど、手前の、はい、んどうしたらいいの、ここまで黒いバラですよこれ、バーンとちょっと大きめ、うん、あのね黒いバラって数年前まではねあんまり売ってなかったんですよ。でなぜなら造花じゃないですか、造花ってもともとある花をその造花にしてるから黒い花ってないんですよね、うん、で最近は青いねバラとか出てきてるんですけど、昔の昔はねそんなになくて入手するのが結構大変だったんですけど、最近はすぐ手に入るようになってますが、はい、まあ、なかなか黒いお花系はね扱ってるところは少ないかな。私は浅草橋のね駅を出ましてね、左側に大通り沿いに、ね、左に行くとねちょっとしたところあるんですよね、そちらはよく通ってましたね。最近は通販とかでねネットで買うような感じになりましたけれどもね、はい、この間もすごい久しぶりに行ったんでね、黒いバラがね必ず入手いたしました、はい、あとはまあ店舗に行くとね状態質感っていうのが見えるんですね。でお花もねやっぱねこう質感がちょっと違う、ガサガサしてたりとかすごい薄いものがあったりとかします。うん、これはかなりしっかりしたものになるので、衣装につけるのにはねいいかなっていう感じ、その辺もね見ながら購入してますね。とはねもうこういったパーツなんかも、もうその時思い立った時の具合でつけます。あとはこれ黒いタッセルです、揺れます。あとはこちらですね、カメオ、はい、こんな感じですね、はい、うん、カメオもよく使います。これは基本的に何個かストックはあります、家に。そしてタッセル、ここにもねつけて、ど真ん中にバラの下に揺れる、はい、これは可愛いです、はい。さて続いては最近の新作です。意外と人気なカラーは白、黒、赤、人気ホワイトゴシック、
はい、これね、もうほんと昨日ぐらいまで作ってたものになります。なんでね、まだここまだパーツ取り付けてないんですよ。ベロベロってなってるでしょ。ここにプッチンをね、縫わなきゃいけないんですけどね。とはいえこんな感じで綺麗、美しい。これはですね、ちょうどいい素材が売ってたんですね。ちょっと光って見えないな。ここね、レースがついてて、こうビーズもついてるんですよ、ここに。ね、で、こういったパーツもね、レースのパーツもね、売ってるんですけれども、これね、これは土台を作って、私は上からストーンをつけたりなんかね、して、ちょっとアレンジを加えないと、これ売ってるも、意外とね、皆さんが目にしてるものところで売ってるんですよ。なんで、あって思われるので、ちょっとアレンジをね、加えたい。白すぎて、すんない。はい。こんな感じですね。これも揺れるものがあります。白っていうのはね、すごく繊細に見えますね。作りやすいかなと思います。白黒に関してはね、意外とね難しいのがね、赤だったりしますね。赤いのはね、赤にもね色がいろいろあるんで、朱色とか、それ言ったら白もそうですね。オフホワイトとかさ、ブリーチホワイトとか、きなりっぽい色とかねありますもんね。でもね、意外とこのそのバランスは難しいところですけれどもね、いい素材があれば割とすぐできます。はい、白で、これはいつお披露目するかな、わかんない。でももしかしたら私着ないかもしれないよこれはい、さて最後はこれも割と近年ですね、去年ぐらいかな、ずっと使ってない、一回もまだず眠ってるんですけど、なんでここもね、ホックもまだついてないんですね。ここのね、ホック、止めるホックも。これはブラの土台がすごくいいものがあったので、そのまま利用しました。でこのパーツはね、なんとね、ちょっといただいたんですね。なんでちょうどいいやと思ってね、つけさせてもらったんですけれども、こういうボリューミーなレースがあって、でこれさっきカメオのね、さっきの他の村にもついてたんだけど、これを、ここに取り付けるんですね。そう、パーツをこうやって一から作ってるところもあるんですね。この真ん中のもね、その方が作ったんじゃないかな、一個一個。こういったスタッツ、ピラミッドスタッツって書いてあるんだけど、三角のね、ゴールドとシルバーのこれをね貼り付けまして、そうそう、ちょうどこのパーツがあるんですけどね、フェルト、土台がフェルトになってね、でここに羽をつけて、上からレースをつけて、カメをつけるね、そんな手順がございます。これだけでも可愛いですよ。頭にもつけられるんですね。こんなのあれですよ、ピンとかで挟んじゃえばすぐつけますからね。あと後ろにちょっとね、そのピンを挟む用のこういった縦にフェルトかなんかでね、ピーと土台を作れば刺しやすくなります、より。なくても刺せるとは思いますけど、ピンがちょっと見えちゃうかな。で、嫌な人はつけます。はい。さあ、こんな感じですか。お便り紹介したいと思います。サンキジョニーさん、いつもありがとうございます。
メイさん、ゴスベリナイト継続1年おめでとうございます。ありがとうございますね。はい、これがこのメールで気づきました。これからも引き続き無理のない程度にっていうところがね、優しいですね。しっとりマニアックでユニークな配信お願いしますね。はい、頑張ります。そしてさて、8月1日にリンホブディさんの、新しい EP、I Believe in Fantasy がリリースされました。はい、とても美しいこの曲の PV に出演され、その美しい曲のイメージを増幅させているマヤさんから撮影の裏話を聞かせてほしいです。映像のストーリーやコンセプトを聞いたとき、まゆさんはどんなイメージを持ちましたか？そして提案したアイデアや衣装や振り付けで工夫されたところなどあれば聞きたいです。それから長野で美味しいものを食べましたか？とね、お便りいただきました。ありがとうございます。はい、そうなのね、1年気づいたのこれで8月に始めたんですね。で、リン・ホブディさんのね、I Believe in Fantasy もしつこいぐらいに今宣伝してます私すいません、まだまだ続きますとか言って、撮影の裏話ですかね。スタッフさんって監督とアシスタントの女の子リンさん、私の4人だ。で、その監督さんはね、音楽のプロデューサーや、音楽作曲などもされている方なのかな。はい、初めてお会いするんですけどね、そちらのお二人はね、かなりね、すごく優しくふわっとした雰囲気の中でね、撮影させていただいたんですけれどもね、初めて、これもしつこいぐらいに言ってるんだけど、ドローンをね経験させていただいたんだけど、なんとね、もうドローンかなりね達人のようで、非常に操縦が うまく、そして知識も豊富なね監督さんだったので、撮影するところで必ずどこの場所も所有権があるので許可を取らないといけないんだって。で、東京じゃもうほとんどなんていうの、ドローン飛ばせる場所っていうのがねないらしいんだけれども、人口密度として、でその長野で撮った場所にはちゃんと、前もって許可を取っていただいてからの撮影をね行っています、ちゃんと。裏話ね、何がいいかな、ほとんど足場が悪いところが多かったんですけれどもね。で、前日に皆さんがスタッフさんがねロケハンしてくださって、例えばここがいいんじゃないかっていうところをね数箇所ピックアップして撮ったんですよね。何シーン 5箇所ぐらい撮ったかな。で、まあロケって必ず私はね撮影というか、ロケって あるね、車の中で着替えるか、近くに建物があったらその建物の中のトイレで着替えさせてもらったりとかねするんですけれども そんな私の方はそんな苦労ぐらいですね。撮影班は寒い中ずっと外にいて私のこと待ってるのでより寒かったりすると思うんですけどもね。はい、でね、リン様はね、こうちょっと音出しをね担当してくださってるんだけど、4月だったんですけど、すごい寒い中なんだけど、もう結構凍えるぐらい寒くて、私あんな格好じゃないですか。で、カメラが回ってない時はリン様がねずっとこう羽織をねパッてね用意してくれるんで、それがすごい可愛いなと思ってね、ありがとうございました映像のストーリー、コンセプト、曲のイメージですよね、まずね。そう、今この現状にね、また光がね訪れますようにという平和を願うような、そんな印象を受けたのですが、私が
まあ踊り手として悩むところがまず衣装ですね。振り付けはもうできたとしても衣装が、その時に、もうパッと思いついたのが、日本の国鳥って言ったらいいんですか、単調鶴ですね、鶴を模したものなんかいいんじゃないかななんて思ったんですが、なぜかっていうと以前鶴がね、まあ、画像で見たんだけれどね、すごい美しい舞をしている鶴の画像があったんですよ。雪景色の中で2羽のね鶴が踊ってるような感じで、仲良しな感じの雰囲気で写ってるの。でね、ちょっと羽広げて、で足なんかもすごい長いじゃないですかね、この綺麗な形でね。で頭のここだけがポンと赤いんですよね。それが雪景色の中でポンと赤白黒のコントラストがすごく綺麗だなと思って、そのイメージがずっと残ってて、あ、そんな感じがいかがかしらと。いや雪はもちろん降ってないんですけれども、すごく日本的な、ね、要素もあって、長野で撮るっていうのは聞いてたんでね、それなの いかがかなと思い、それを提案しましたら、あ、素敵ですねと言ってくださってですね、凛さんが、はい、そこから、私は、得意の衣装パーツをね、自作して、付け加えました、はい、で、衣装が仕上がったんですね。ただもうちょっとね、時間がもっと前からね、私始めてるわね、もうちょいできたかななんてね気はするんですけれども、長野で美味しいものを食べました。山菜の天ぷらです。本当にお客様もね全然いらっしゃらなくて、あの食べ物屋さんに入ったんですけれども、非常に美味しかったですね。山菜の天ぷらでもう大きいんですよ。こっちで売ってるのよりも倍ぐらいのサイズがあって、で風味っていうのかな、ちょっと苦味とか香りとかそれもね強くって美味しかったです。楽しい思い出しかなかったな。はい、ということでフル PV がね楽しみですけれども、まだかな、はい、じらし中です。じらされてくださいって。非常に美しく仕上がっております。私もね自分の踊りはね、かなり厳しい目でね見てるんですけど、監督さんがすごくいいところをね、つまんで練習してくださったのかななんて思いますけれども、はい、美しい曲がねあるので、美しい曲なので曲の方をね聴きながら、もう引き込まれてねいただきたいなと思います。はい、ただね私自分の衣装に関しては、衣装の話に戻る、踊りに関しては100点満点なんていつもないんですよ。でね、衣装に関してはね100点満点はいかないけど、我ながらねこうちょっとこうね見てねしばらく見入っちゃうんですね。はい、で出来上がって撮影をして、写真をねこうしばらくこうね眺めて、それをそのお求めいただいた方のところにね行くっていう、そこがねいい時間なんですよ。家にトルソーがあるんですけど、こういうね試着がかける土台、人の形をした ここだけのやつね、はい、あれを眺めてる時間がね好きですね。個展なんていうのもねやってみたいなってね一回ぐらいね思うんですけれどもね、すごい大変ですよあれは。ましてや今の時期ねっていうことなんで、コロナがもう少し落ち着いたら考えようかな。来てくれますかって。衣装の個展ですね。ただ私でも在庫持たないから、あるかなそういえばってとこがね問題なんだけど。私サイズの衣装のやつだったら全部何着かあるかな。はい、ということで今回は、衣装パーツブラ編でございました。
次回の放送は8月19日でございます。母玲子の誕生日でございます。関係ないですがはい、ということで皆さんステイホームの方もね多いかもしれないですけど、楽しい夏休みをお過ごしください。それではご視聴ご拝聴ありがとうございました。